この夏、僕は初めて十郎兵衛屋敷へ行き、阿波人形浄瑠璃を見た。公演を見る前、舞台の前に赤、緑、黒の三色の垂れ幕がかかっていた。僕はこのような幕をテレビでしか見たことがなかった。だから気持ちが高ぶって、本場での公演が始まるということに嬉しさを感じた。公演が始まってすぐに驚いたのは、太夫、すべての登場人物のセリフや物語が進んでいく様子を一人で語る、と、三味線弾きをしている人が思っていたより若い人がやっていたことだ。しかし、その演奏が始まるととても迫力があり、すぐに人形浄瑠璃の世界へと引き込まれた。僕が見たのは、慶城阿波の鳴門巡礼家の段で、巡礼姿のおつるが、はるばる阿波から大阪まで来て、やっと母、おゆみと会うことができたが、おつるは自分の子供であるということが言えないまま別れてしまったという、とても皮肉で悲しい物語であったため、とても心に響いた。公演後、僕は実際に人形浄瑠璃を体験させてもらうことができた。教えていただいたのは寄居座の方々で、人形を使うにあたっての動作、コツなどを細かく熱心に教えていただいた。人形を操るにあたって難しかったのは、人形浄瑠璃では一つの人形を三人で操る。頭と右手を動かす主遣い、左手を動かす左遣い、足を動かす足遣いという三つの役割があり、三人の息がきちんと合わないとうまく動かすことができないというところだ。僕は、おつるの人形の主遣いと左遣いを教えていただいた。主遣いは頭を左手で持ち、右手で人形の右手を動かす。重さが 1.5 キロもあり、高い位置で持ち続け、顔の表情を表現するのはとても体力と集中力が必要であるということを感じた。体験を終えると、次はボランティアの人が阿波人形浄瑠璃について事細かく説明してくださった。一番驚いたのは、先ほど出てきたおもづかいの人が履く舞台下駄についてだ。この下駄は日常で使われている薄い下駄と違って、最大50センチメートルの高さのものもある。ではなぜそんなに高いのであろうか。それは足遣いという役が常に中腰で疲れるので、少しでも楽に動きやすくするための工夫なのだそうだ。僕はこのように演技の中でも細かい工夫がなされているということに驚きを感じた。僕はこのように阿波人形浄瑠璃の世界を体験し、一番感じたことは、日本中、もっと言えば世界中の人々にこの徳島の伝統文化、阿波人形浄瑠璃について知ってもらい、ぜひ見てもらいたいと思った。そのためには、こういう伝統文化をずっと守り続けていかなければならないし、太夫と三味線弾きの方々のように、次世代を担う若者たちを育て、伝統の技と心を受け継いでいかなければならないと思う。